みなさんこんにちは、ゆうきかチャンネルのポジヤナです。今日はフルーチェを作りたいと思います。イエーイ。今日は普通のフルーチェではありません。スペシャル、はい、どうぞ。じゃあ作っていきます。まずこれ開いた、これだけ。なんかリンゴって書いてある。じゃあ作り方どうぞ。フルーチェは冷やさないでください。まずこれボウルにフルーチェを1枚入れます。全種類入れたらどうなるんだろうね。美味しくないよ、絶対美味しくないよ。ママなんか、いつもと違う感じする。みずみずだな。いつもと違うんだけど大丈夫かな。うまブルーベリー味。そういえば可愛いヘアピンですね、ドーナツ。ママが作ったやつだ。次は牛乳。はい、何ミリでしょうか。150ミリ。どうかな。うん、はい、入れましょう。うわ、色が可愛い。マーブルちゃん。あれ？マーブルみたい。マーブルカラー。だからこんな色になってんだ。だからなんだね。ああすごい、もうプルプルになったよ。これね、普通はスプーンでやるもんだけどね。だけどな、そうだ、忘れちゃったママ。じゃあもう固まったのでいいから、いいかな。そしたらどうするの。そしたらさ、これを切ってアレンジしよう。最後にこんな感じ。セクシーのポップ。これでフルーチェをできたので、今度アレンジします。あだだ、開かない。あだだ、開いた。よし、オッケー。あ、なんか入ってる。これで見える？サンドイッチになってるな、いちご。こう？いきます。スイーツよ。で、下までグリグリしてできるかな。ほっといいのか。はい、切る。おお。よし、これですごい綺麗に見せて、かわいい。マカロンみたい。マカロンみたいじゃん、ほんとだよ。確かに見て、上手じゃん。じゃあ入れてみよう、ポトンって。でもフルーチェのせるからいいんじゃない。ほろほろ。はい、次はメタモンみたい。これちょっと合わせてて、なんかすごかったみたい。ミニオン。好きなようにやるの。しっぽり始めよう。好きなように。
だから一番上からやるといっぱい出てくるよ。はい、いいじゃない？いいじゃない？粉が来た。はい、いいじゃない？やっぱ、あー、ノー舐めちゃったな。一つ入れていいよ。このゼリーは入れちゃダメ？うん。今パソコンが鳴った。うん。いいんじゃない？うん。いいんじゃない？きれいにできますように。できますように。見て。じゃあ最後、はい、あれ、待ってね。おー、すごいじゃん。はい、完成。完成。はい。これを、こう？うん、形、なんかある。こんな感じ？そうして入れて。よし。OK、OK、ストップ。これでオッケー。じゃあお姉ちゃん、お姉ちゃん読んで。乾杯。ちっちゃいけど。うまっ。いただきます。あんちゃんのちびちゃいはおいしい。かわいい。じゃあ中身はどうかな。じゃあ皆さんにも作ってみてくださいね。ユニピカじゃんけん、じゃんけんぽい。勝った人は明日パフェが食べれるかも。プルチェがパフェになった。楽しい。食べれないこれさ。はい、じゃんじゃん。